ショーン・ジョンソンは、アメリカ合衆国、ジョージア州リルバーン出身のサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表、ニューヨークシティ FC 所属。ポジションは GK。セントラルフロリダ大学のサッカー部でプレーする傍ら、デベロップメントリーグのアトランタブラックホークスでも、プレーした。2010年の MLS スーパードラフトで、4巡目に、シカゴファイヤーに指名された。 2010年8月1日のロサンゼルスギャラクシー戦でプロデビュー。2016年12月11日、ニューヨークシティ FC に移籍。ジョンソン自身はアメリカで生まれ育ったが、両親が共にジャマイカ系であるため、アメリカ合衆国代表とジャマイカ代表のいずれかを選ぶ権利を有していた。2008年にかけて、年代別ジャマイカ代表の合宿に何度か参加したが、 2009年にアメリカ合衆国代表への参加を決断。コンカカーフ U-20 選手権2009に1試合出場し、2009FIFAU-20 ワールドカップにも控えとして参加した。2011年1月22日、チリ代表とのフレンドリーマッチでハーフタイムから途中出場しフル代表デビューを果たした。2012年ドンドンオリンピックのサッカー競技、北。 中米カリブ海予選では、ビルハミードの負傷に伴い、エルサルバドル戦に出場した。ありがとうございます。